トビカズラ族ミュークナはマメ科植物の一族。多くはツルになり、大きな濃い色の花を、棒状につけた果樹をぶら下げる。図版、発祥豆ツル製の植物が多いが、若干の直立の常緑樹や草本がある。葉は、鵜状複用だが三章用で、先天はなく、卓用があり、多くのものでは小卓用がある。果樹は葉脇から出て、塩水状、草状、偽草状。 あるいは三型花序となる。節はコブ状で、これはもともとが塩水花序であったものが、その即死が退化してしまった痕跡と考えられ、ここに筒をつける。花は長型、いわゆる豆の花の形で、大きくて暗視色など、強い色を持つものが多いが、黄緑色の花をつけるものもある。額はワン型で、先端は四つに裂け、その背面、 下軸に面した側の先端は、マリーカ、あるいは小さく二つに裂ける。また反対側の列辺が他より長い。旗弁、上側に立つ花弁は丸っこく、竜骨弁より短い。おしべは十本あり、旗弁側の一本だけは、離れ、残り九本は互いにくっついて出ており、これには、長短の鬼型があって交互に並ぶ。短い型の雄しべでは、約は長くて、長大型で、 その端の方かやや半ばで細くて短い鼻糸につながる。長い型のおしべでは、約は短くて、ほぼ円形をしており、その中ほどで鼻糸につながる。めしべは一個で基部には、花板があり、柄はなく、花中は往々にしてとても細長く、先端に小さな登場の中等がある。頭下は大型になるものが多く、卵形、楕円形、あるいは細長く、線形になる。 その表面には、脂肪があり、また縫合線や側面に、翼が出るものが多い。学名の俗名はブラジルでの故障による。デーゴ族やホドイモ族に近縁なものと考えられている。世界の熱帯から熱帯に分布し、約100種が知られる。日本には野生のものでは4種がある。実用的に重要なのは、発祥豆 M、プルーリエンズバリエーション、ユタリスで豆が食用とされる。 日本でも第二次大戦終了後に食料増産のために導入されたものの今日では九州伊東で見ることはまずない。観賞用には真っ赤な大きい花を咲かせるエムベンネッチやエムノバギニーンススなどがハワイやシンガポールで栽培される。温室栽培が必要である上大きくなるので日本ではほとんど普及していない。以下、種として大橋保編。 P284 愛が変。P567 愛が変。P567 愛が変。P567。ありがとうございます。